今回は日本人の礼儀についての話題から。日本で最初に礼儀作法について書かれたのは聖徳太子の17条の憲法と言われています。そこには当時の貴族階級に向けての道徳や日々の心がけが書かれていました。その後、武家社会の模範とされていた弓の名手小笠原家の小笠原流礼法が現れます。小笠原流の礼法は鎌倉幕府からの信頼を得て武家社会のマニュアルとなりました。室町時代になると小笠原流と伊勢流、今川流を主としてさまざまな流派の礼法が生まれます。中でも庶民にまで幅広く行われたのが小笠原流だと言われています。江戸時代に入ると幕府が将軍家以外小笠原流を使ってはいけないという乙女流の礼を出します。そんな中、水島牧野が江戸で小笠原流礼法をもとに庶民に必要なオリジナリティを加えた礼儀作法を編み出しました。その結果、礼儀作法は一般庶民にも浸透していきます。それに続くように近代化を進める明治政府が学校教育を通して全国民に向け礼儀作法の指導を始めました。これが現代の私たちが身につけている基本のマナーや礼儀作法につながっていきます。このように身分や時代を超えて礼儀の精神は受け継がれてきました。そして大人になると社会の中で洗練された礼儀作法やマナーを身につけていきます。以前、日本人の礼儀の前では世界中の人がという映像が海外のサイトで取り上げられ話題となっていました。その内容は次のようなものでした。日本は世界で最も礼儀正しい国である。電車が遅れることは日本ではありえない。乗客は降車する人が優先。車内では大声で会話しない。車内では電話で話さないなどのルールを尊重しており、電車での移動時は快適な時間を送ることができる。日本はホスピタリティの面でリーダー的存在である。お辞儀は敬意を表す動作だ。お店に行けば従業員がお辞儀と笑顔で迎えてくれる。そのため客は王様のような気分になれるのだ。エスカレーターでは急ぐ人のために片側を開けて立つ。ゴミ箱が街中にほとんど設置されていないのにゴミは落ちていない。日本の通りの清潔さは世界一だ。ゴミを適切に処理しリサイクルすることは日本では重要なことなのだ。日本は世界有数の安全な国である。夜道を安心して歩けるかどうかに関する調査では日本は1位に輝いている。あなたの国は日本と比較することができるだろうか。この件について外国人から多くのコメントが寄せられていました。日本が全て完璧とは思いませんが、他国と比較した場合には国民のマナーがとてもいい国だと考えられていることは事実のようです。その一部をご紹介します。ご覧ください。日本人の礼儀が素晴らしいのは本当にその通り。日本と日本人は世界の模範だ。ベルギー。私の国の人たちも日本人を参考にしてほしい。それだけを日々願っております。サモア、日本在住。ドイツでは携帯や鍵をどこかに置き忘れたらなくなっている可能性が高い。遺失物センターに届けられているケースもあるけどレアだ。その点日本は良かったよ。自分の持ち物が尊重されてるって感じたんだ。ドイツ人からすると店員はそこまで丁寧な接客をする必要はないと思うけど、それでもやっぱりいい接客を受けると嬉しくなるよね。ドイツ。日本人のマナーの良さが世界一なのは間違いない。だって私は実際に体験したもん。混雑している駅にカメラを置き忘れちゃったことがあって、その時は新幹線に乗ってから1時間半後に見つかった。私が座ってたベンチにそのままの状態であったんだって。あれは本当に驚いたし感動した。日本在住。日本と比較すること自体おこがましいと思わない？100年後にようやく比較対象になれるかもね。ルーマニア。なんだって過ぎたるはなお及ばざるが如しだ。日本人はあまりにも礼儀を重んじすぎてる。インドネシア。世界にはもっと日本文化が必要なんだよ。
日本文化で世界を再び偉大なものにしよう。カナダ、日本在住。日本で暮らせていることを心から感謝しています。一般的に言って日本人は規律があって誠実で謙虚、そして日本食は美味しくてヘルシーで文句なし。日本在住。いいところだけ挙げるのは簡単だろ。俺も日本が大好きだけど、悪い部分に目を向ける勇気も必要だ。完璧な場所なんてこの世界に存在しない。アメリカ。国民の礼儀正しさの面で俺の国はほとんどの国よりは上だと思ってる。だけど間違いなく日本のことは超えられてない。俺は自由を愛してる。でも自分勝手な人間は本当に勘弁。いろいろな理由から俺は日本が大好きだ。オーストラリア。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。